こんにちは、南原です。今日はですね、皆さんがいつも悩んでいることで、どうやったらスキルアップできるか。でも実を言うと、スキルアップというのはですね、そんなに難しいことばかりではないんです。皆さんがこうイメージするスキルアップっていうのは、何らかの資格を取得したりだとか。でもですね、僕ら普段仕事をしている中で、スキルというのはですね、僕がよく言うように、一枚一枚の紙を積み重ねるようにこう上げていくんだと。そのスキルアップをどうやったら皆さんが簡単に手に入れることができるか、それを今から少しお話ししていきたいと思っています。ビジネスは盗め。かのですね、ピカソも言っていました。偉大な芸術家は模倣をすると。自分で全くゼロからこう発明できる人、こういった人はですね、ノーベル賞を取れる人だと。アインシュタインだとか、ああいった人に違いないと。だけど模倣をして少し変えていく。ビジネスって、例えばどっかに同じようなものがあって、それを少し変えて、それがビジネスの社会ではよく戦略とか、そういった言葉にも置き換えられて通用している話なんです。なので皆さんはですね、まず自分の周りの人を見てください。たくさんの人が皆さんの周りにいると思います。その人たちが何かいいことを持っている、何かちょっと優れた能力を発揮している、何かですね、少し人より早くできるとか、まあそういったことをですね、こう一つ一つつまんで、まるで中華料理のヤムチャのようにですね、小さなものをたくさん集めて自分に取り入れていくんだと。こういったことをやってみたらどうですか。これは決して難しいことではないです。人より秀でているところを少しこう真似する。でもその人はきっとその秀でているところに少しのコツを持っていたりするんですね。例えば伝票をめくるときにですね、ちょっとした小道具を使っていたりとかですね、そんなことを少しこう自分が真似をする。でもただ単に真似をするだけではなかなか身につかないかもしれません。もちろん真似をしながらですね、それをこう磨き上げていく。そうすることによって、少しずつ皆さんのスキルが上がってくるんだと。ひょっとしたら仕事の効率や時間の短縮につながっていることがあるかもしれません。これは僕のコツなんですが、僕は実を言うとですね、昔からちょいちょいテレビに出していただいているんですね。テレビに出ているとですね、あのカメラには僕はどう映っているんだろう、こんな意識がすごい芽生えてくるんですね。それを僕はある時、こう会社の中で展開したんですね。つまり、もし会社の中で、例えばお客さんがここにいて、僕がここにいて、カメラがここにあって、このカメラがこっちを向いていたら、どんな風に僕が映っているんだろうと。そんな視点を変えるとですね、会社の中のいろんなことがよく見えてきます。そうすることによってですね、人の取り柄だとか、得手不得手だとか、そういったところをより見つけやすくなるんですね。ただですね、世の中にはすごいこう人の悪いところばっかり見つける人がいるんですよ。悪いことを見つけてですね、それをこう愚痴を言ってたりとかですね、言いふらしたりとか。それってよく考えてください。全く誰の得にもならないです。例えば人の悪口をですね、誰かに伝えたとしましょう。以前にも YouTube で話しましたが、そういったことって必ず伝って本人の耳に入ります。これって自分の得になりますか。無駄なストレスを逆に自分が抱えるようになります。それから、そんなネガティブな気持ちがですね、会社の中で蔓延していきます。周りのやる気もなくなれば、自分のやる気もなくなっていきます。それに、あいつはネガティブなことばっかり言ってるやつだとかですね、自分自身の評判も実を言うと下げていくんです。それよりですね、人のいいところをいつも見つける、そういった気持ちで、とにかくいいとこ探しをしてください。それによってですね、そのいいとこをまた自分も取り入れやすくなりますし、もちろんですね、あなたの周りに完全な人、こういった人を探そうと思えば、それはかなり困難だと思います。僕にもいろいろできてないところはたくさんあります。だけど、もしあなたの周りに5人いれば5通りの何かいいことがある、10人いれば10通りの何かいいことがある、こういった視点で周りの人を見てみてください。そうするとですね、必ず見つかります。これは僕は保証してもいいぐらいです。だって全部が悪い人なんて会社にいないです。まあ、あえて言うとですね、悪いところを見たら、それは反面教師にする。ここは見習わなくてもいいよっていう例にすれば、周りの人たちをですね、いろんな自分のスキルアップに使えるはずです。さらにスキルを上げる方法としてはですね、これも手っ取り早い方法があるんですね。ちょっとしたことを教えてくれる人、ちょっとしたことをこう手伝ってくれる人、こういった人を探しておくとですね、自分のスキル、こう必ず上がってきます。いざという時にですね、
こういった友達役に立つんです。僕はいつもこう言ってるんですね。会社は学校じゃない、つまり学校は自分で調べてきちんと成果を出すのが学生の仕事です。例えばフランス語の翻訳をですね、1時間以内にやりなさい。これはもちろん自分だけでやらなくてはいけないです。でも会社は違うんです。ものすごくフランス語の達者の友達がいれば、その翻訳を会社から社名を送って、じゃあ5分で終わるよって感じでパパッて手伝ってくれて、それを会社の上司に出す。会社は決して自分一人がですね、努力したことを認めるんじゃなくてですね、その結果に対して報酬を払ってくれるところなんです。だからさっき言ったように、そういった友達を準備しておくということは、自分のこうスキルを上げていく、この一つの手段なんですね。ただですね、そういった人を探せないって言ってぼやいている人もいるんですが、それは決して天から降ってくるものではないんです。やっぱりですね、営業と同じです。営業というのは、僕は昔から言っているようにですね、活動量かけるぶどまり、つまりそれがイコール成果なんで、やっぱり自分の活動量を上げていかなくては、やっぱりスキルなんか上がってこないですし、そういった自分を手伝ってくれるような友達、それも見つかりっこないです。つまりですね、出会いの場にきちんと出ていかないと。まあ今ですと SNS とかそういったものもありますから、コンタクトを取っていったりだとかですね、きちんとやらなくてはいけない。そういった人たちにこういろんな接触の機会を持って会えるとしましょう。でも先ほど言ったぶどまりを上げるにはどうすればいいか、皆さんこう思っている人が多いんです。それはですね、僕にもめちゃめちゃ来ます。一度も会ったこともない人から、なんと乱暴にですね、3行か4行の授業の話を書いて、そのアドバイスが欲しい。でもそれってアドバイスできないですよね。もしそのアドバイスをするとしたら、僕はその授業に関して100ページぐらいの勉強をしなきゃいけない。その時間はもちろん僕の体を削って得られる時間です。彼ら彼女たちはいきなりこうギブを求めているんですね。確かにその気持ちはわかります。でも自分の手伝いをしてくれる友達を作るときには、最初に言うんですね、私でお役に立てることがあれば何でも言ってください。それが自分がギブを与えて後からテイクをもらう、こういったことを自分がですね、いつも心がけてないと、なかなかぶどまりは減りません。つまり自分がですね、くださいくださいと言ってるだけでは、あなたを手伝ってくれる良き友達は見つかりません。つまりビジネスの中ではですね、そういったトレードオフの関係、こういった関係がうまく作られれば、非常にあなたのスキルは上がってくるはずです。今日もご清聴ありがとうございました。